2曲目に収録されているパイドパイパーなんですが、そうありがたいことにラウドネスの高崎明さんにギターをレコーディングで参加していただきまして、とすごくもう曲の始まりからの個人的にすごくドリームシアターっぽくて好きなところもあったりするんですけども、でそこにそのパイドパイパーとあのハーメルの笛吹きという日本語ではそういうタイトルになっているんですが、とバイオリンの始まり方がすごくバイオリンなんですけど少しちょっと笛っぽいというか、もうまたこうバイオリンだけどんこれはバイオリンなのかなって思うようなあのメロディーの始まりをしておりまして、で、まあ、そこからのちょっとバイオリンのソロではクラシック の自分がクラシックやってた時に弾いていた楽曲のフレーズをちょっとオマージュしたソロのフレーズを入れたりとか、まあ、結構こう自分の中でもクラシックとロックの融合っていうものができたらいいなっていう風な感じでバイオリンのフレーズをあの考えたところで、途中でその高崎さんの凄まじい早弾きのギターソロが降臨するというかなり盛りだくさんで濃い一曲となっております。と、まあ、バイオリンのかっこよさはもちろんですが、ぜひ高崎さんの凄まじいかっこいいギターのプレイも楽しんで聴いていただけたらと思います。